今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。私たち元気にしてます。さあ、お二人はですね、未来のことシミュレーションしてることありますか。シミュレーションありますよ。おー、なんですか。それはもう子供たちのことで、こういうふうに言って、子供たちを何か教えるだとか、そういうスクールを作るだとかっていうことでね、まあ夢が叶ったらいいなっていうシミュレーションはしておりますが、いいですね。いいですね。あやのちゃんはどうですか。私はですね、まずは自分磨きをし、いい人と出会える場所に行き出会い、それから各々いろいろあり、もういいと思います。もういいと思います。わかりました。物語が始まりました。なるほど。まあまあ、まあ希望ね、願望でしょう。はい、頑張ってください。シミュレーションするってことは大事だと思うんですけれども、今回まずご紹介するのは経営のシミュレーションシステムの開発、販売、メンテナンスを行っています、こちらの企業様です。現在私たちが働く環境にはさまざまな企業が存在している。生産、販売、サービス業、中小企業庁の統計ではその数はおよそ382万社にも上り、そのうち大企業と呼ばれる企業の数は全体の 0.3% であり、日本を支える 99.7% は中小企業という数値を示している。そんな多くの労働者の基盤である中小企業の支えとなるため、人生を変えた一つの出会いを通じ人々を明るい未来へと導く男がここにいる。株式会社マップ経営代表取締役社長浅野康夫。現在代表取締役を務める浅野は、前任の代表高山との出会いを通じて中小企業の業績向上から経営体質の強化まで、クライアントのニーズに応えるだけでなく自社の発展、そして自らの成長を目的とする理念で、先行きの暗い現代社会の中、中小企業の輝く未来を創造し続けている。今回は未来を作る経営者浅野康夫をスタジオに迎え、詳しく話を聞いた。マップ経営っていう社名の由来は何なんでしょうか。経営シミュレーションツールっていうものを、提供させていただいて、ツールだけじゃなくてツールとノウハウを一緒に提供して、会計事務所さんがその先の顧問先である中小企業さんに、コンサルティングできるように、会計事務所がコンサルティングできるようにツールとノウハウを提供させていただいている会社なんですね。会計事務所が、できるようにか、でその会計事務所がその中小企業に向けて、経営計画の立案とか、また月々の予算と実績の管理っていうものに、そのツールを使っていただいて、でそのサービス自体、そのコンサルティングサービスっていうものを、マス監査と呼んでるんですよ。これちょっと複雑になってるんですけど、マス監査っていうのは会計業界で一つそのマネジメントアドバイザリーサービスということで、それでマスなんですか。はい、そうなんですよ。で現状その税金計算だけではなくて、やはり経営助言というものもしっかり会計事務所、身近な相談相手として乗っていかなきゃいけないよねっていうこと で、でそのマスっていうものと月次の監査っていうものを掛け合わせて、マス監査という独自のサービス名を取ってますね。でその監査っていうのがオーディット、英語で言うとオーディット なので、でマス監査MA ですよね、オーディットで、パフォーマーということで、マス監査を遂行する人っていうような意味合いで、マップっていうそういう会社名なんですね。またそのうちのそのシミュレーションツール自体がマップ経営シミュレーションっていうふうに申し上げまして、商品名がまた会社名になっているというような、形の社名の由来になります。浅野さん自身の経歴にすごく興味があるんですけど、経歴、そのマップ経営の代表になられる前まではどういった形で歩まれてきたんですか。私はもう先代から引き継いで、2年前に引き継いで代表になってるんですけど、それまでっていうかですね、私2年浪人してから社会に出てますので、24歳の時に社会に出たんですけど、
当時大学4年生の時に18社面接受けさせていただいたんですけど、うん、どこにも、まあ、引っかからなかったというか内定をいただけなかったんですよね、はい、親にしてみればやはり2年も浪人して人より遅れてっていうので、うん、早く社会に出てもらいたいっていうこともありましたので、自販機が置いてあるところあると思うんですけど、はい、ああいうところにジュースを詰めに行ったりするう、まあ、そういう仕事をしてしながら、そうそうです。もともとあんまり目的意識がなかったんですけど、負けん気が強かったり上昇志向っていうのは、まあ、当時からあったのかなと。でそこでなんとかその会社会社に行って自販機を置いてあるところで、もうジュース詰めて帰ってこればいい話なんですよ、はい、正直なところ、はい、でも私自分の名前を覚えてもらいたいなっていうふうに思いましたので、うん、わざわざ事務所の中まで行って、はい、で私は何々の浅野と申しますって、どうぞよろしくお願いしますっていうふうに何回も挨拶しに行って、で何かお困りごとありませんかって話をしてたんですが、はい、いつになっても浅野さんとは呼んでもらえないですよね。あ、会社名で、あ、メガでもな、うん、会社名で呼ばれたのが悔しくて、まあ、これから先どうなのかなと。あ、そうか、はい、あ、そういうふうに思って、親のコネで入れてもらった、やっと入れてもらった会社を4年9ヶ月で辞めて、うん、その1社目の会社を辞められた後はどうされたんですか、はい、はい、まあ、いずれ税理士の資格取って、まあ、独立しようと思って会計事務所に行ったわけなんですね、はい、で会計事務所に行って、まあ、私なりに一生懸命頑張ったんですよ、はい、でもなかなか上司やまた会社が私のこと評価してくれないんですよね、うん、で2社目行った、同じことが起こる、うん、また3社目行った、同じことが起こるってことなんですよね、うん、でどこ行っても、ね、私は一生懸命やってる、でも、うん、なかなか評価してくれない、うん、それはきついですね。でもおっしゃる通りですね、きついですよね、きつかったですよね。で悪いのは会社だ、うん、先輩だ、ね、上司だっていうようなことを繰り返し、ずっと人のせいにして、まあ、やってきたんですね、うん、でも24歳で社会に出て、はい、その34歳になった時に、うん、あ、これはひょっとしたら、うん、会社とか上司が悪いんじゃなくて、うん、私が悪いんじゃないかなと。どこ行ってもダメってことは、この先ずっと転職を繰り返して、うん、同じことをやってても、うん、おそらく自分のことを認めてくれる会社はないんじゃないかなって、うん、やっと社会に出て10年経った時に、まあ、気づいたわけですよね。さまざまな職場を渡り歩き、現在株式会社マップの代表となった浅野には、自身の考え方を大きく変えるある出会いが存在していた。いずれ私は独立するんだから、うん、この会社を踏み台にして自分の成長は別個にあるぐらいの、まあ、気持ちでやってたんですよね。あ、その時に自分の間違いに、まあ、気づいて、とにかくこの会社に尽くそうと、まずその会社の成長を自分の成長と捉えられる人間になろうと、はい、でもう一つは何か得たいと思うんじゃなくて、うん、自分が与えたもの そのものが得たものになるんだっていうことをですね、まあ、その時、まあ、自分の中で肝に銘じながら、まあ、最初の1年間はですね、まあ、拾ってもらった会社なので、もう365日年中無休ですよね、土日祝日関係なしにしてとことん、はい、とことんやりました。そしたら、まあ、その頑張りが創業者の高山の目に留まって、うん、まあ、当時社員番号にしたら42人抜きでですね、まあ、平社員から取締役に1年で抜擢していただいて、すごい、はいはい、高山さんとはお話がやっぱりあったってことですかね、はい、性格とか似てますか。いや、それがですね全く、まあ、別というかですね、はい、うちのお客さんで、まあ、高山の時代から、はい、また私のこともよく知っていただいてるお客さんがいるんですね、はい、でまあ、そこでよくそのお客さんがですね、よくもまあ正反対の浅野さんを選んだよねということを言うぐらいに違うんですよね、うん、高山はやっぱりその人の力量をしっかり見極めて、うん、その人に合ったその仕事っていうのをしっかり考えながら渡していくっていう、うん、私はどちらかっていうと自分がやっぱり背伸びしながらやってきたもんですから、その人のポテンシャルっていうものを最大限に引き上げたいなというところがありますので、どちらかっていうと負荷をかけながら、まあ、ひひ言わせながら伸ばしていくとか、まあ、そういうその人材育成の捉え方一つとってもやり方はちょっと違うのかなと。
今プレッシャーをかけてある程度プレッシャーかけて上げてくるっていうのと、はい、今2人の、ね、タイプが全く違うっていう話、はい、よくわかります、はいはい、まあ、社内外から、まあ、社長変わると会社ってこんなに変わるんだなと。ああそうですか。もちろん批判もありますし、はい、いい風に変わったっていうお褒めの言葉もありますけど、まあ、いい意味であの変化をできてるんじゃないかなという風に感じます、うん、ここで浅野に大きな影響を与えた前代表高山から一通の手紙が届いた。浅野さんへ、はい、私が後継者を探し出した時に思い至ったのは浅野さんだけでした。経営者が自ら成長し優秀な社員を引きつけるには経営者の高い志が不可欠です。経営手法は私とは異なるところが多いようですが、浅野さんほど高い志を持つ人は思いつかなかったのです。責任感、実行力、革新性など卓越した能力にも期待しています。そして浅野さんが以前私に話してくれた未来のグループ企業構想、大変楽しみにしています。高山則夫といただいてます、はい、ありがとうございます。いや嬉しいですね、はい、他に思いつかなかったと。うん、男身よりに、ね、おめでとう。男身よりに尽きるよ、涙出るぜ。その前の大変な時代があったからね。そうですね、勢いもっと入ってきたんだよね、はい、うん、うん、未来の、はい、何とか構想、はい、なんか終わりになりますか。あります。未来のグループ企業構想、はい、はい、あのうちの会社をですねホールディングカンパニー化するっていうところですね、まあ、その下に事業会社っていうのを、4社から5社作って、ね、私ももちろんトップとしてあの経営の舵取りしていくんですけど、うん、まあ、その事業会社ごとに一人ずつやっぱり経営者っていうのを育てていって、うん、今の若いメンバーと一緒にもっとこのマップ経営っていうものをまあ飛躍させたいなというふうに思ってます、うん、やっぱりね、はい、救われてガンと上まで行けた人間は今度下を作るんだよ、うん、あ素晴らしい。そうですね、まあ、本当におっしゃる通りで、はい、私はまあうちのマップ経営っていうものを高山から預かった会社だっていうふうに思ってますので、うん、まあ、これを10倍20倍にして、うん、また次のもっと大きくしてくれる人間にですね引き渡すそういう使命というかあると思ってますんで、うん、まあ、頑張りたいなと思いますね。これだけ仕事に燃えてる人いないよ今。本当にいいね、エネルギーもらいますね。いや嬉しいですね、そう言っていただけると。ありがとうございます、はい、最後になりますけれども、はいはい、浅野さんの格言をお伺いできればと思います。はい、はい、あの先ほどの高山さんからの身にもありましたけど、やっぱり私があの大切にしているのは志であって、まだまだそのいろんな意味で未熟なところはあるんですけど、もっとあの良くしたいって、まあ、会社を良くしたい、業界を良くしたい、日本を良くしたいっていうその志だけはですね、まあ、人一倍高いっていうふうに思ってまして、でそれをちゃんと信念を持って貫くっていうところで、私の座右の銘っていうのは志高く信念を貫く、まあ、これ私が、まあ、貫く作った言葉ではあるんですけど、まあ、それをあの座右の銘にしながら一生懸命頑張っています。はい、まあ、いつの時も頑張ってきたんだよね。それがなかなか理解されずに自分の中で気がついたんですもんね、はい、自分が違うって、はい、そっからだもんね。今おいくつですか？44歳になります。はい、すみませんね、あの上から目線で申し訳ないですけど、いやいや、非常にこう勢いが感じる、はい、なかなか少ない社長さんなんでね、まあ、今日は素晴らしいお話を、はい、あのお聞きできました、はい、今後も頑張ってください、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、うん、ローコスト住宅聞いたことあります？
ローコスト住宅、うん、コストを抑えた住宅ですか。嬉しいですね。いいよ、嬉しいね。嬉しいですよね。それでいいものが出来上がるの。いいものが出来上がるといいですよね。すいません、ちょっと私攻めちゃいました。ということでですね、次にご紹介させていただく企業様は、1990年の創業よりお客様が快適に暮らせるための住宅を施工しています。こちらの企業様です。私たちの生活を支え続けるライフライン。しかし海外に大きく依存する日本のエネルギー事情は、その供給体制の改善を長らく求められてきた。そんな現状で、ある制度のスタートがきっかけとなり、社会に大きな変化が生まれ始めていた。それがエネルギー消費を抑えた住宅基準ゼッチや、省エネルギーの評価指標となるベルスなど、日本の環境、そしてエネルギー問題の解決に私たちの住まいが大きな役割を担い始めたことだった。そんな現代が求める環境、そして人に優しい住宅を追求し、住みやすさとともに低価格で実現し続け、取り揃えられた豊富な設計プランによって高品質の矛盾に立ち向かった企業がここにある。天候ハウジング株式会社代表取締役社長、竹澤浩二。低価格でありながら最高品質を提供するハートクローバーハウスでは、徹底したシステムツール作り、流通などにかかる中間コストのカット、さらに最低限の広告に抑えた3本の柱を軸に、お客様への還元を第一とする幸せのための家づくりをサポートし続けてきた。今回は未来を見据えたエコライフを提供する竹澤浩二をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。私ども天候ハウジングでは、群馬県前橋市を中心としまして、新築住宅の、建設を行わせていただいております。はい、新築住宅、はい、あ、いいね、欲しいね。はい、欲しいですね。創業はいつになりますか。平成2年の創業になりまして、もともとは私ども高気密高断熱の高性能住宅路線でずっと行ってたんですけれども、3年ほど前から超ローコストかつ超省エネ住宅というところの部門に参入させていただきました。ローコストで省エネ、はい、ガラッと変わりますね。そうですね、いわゆるですね、はい、群馬県の前橋という地域なんですけれども、高気密、はい、高断熱の会社さんというのは、まあ、結構たくさんあるんですね。そうした中でも、その中でローコストといった特性を生かした高性能住宅っていうところに特化した会社が今までありませんでしたので、そこをちょっとチャレンジをさせていただいております。それはでも本当チャレンジになりますよね、はい、そうですね、無理じゃないかと思うんですけどね、はい、そこには、まあ、企業努力というとあれなんですけれども、はい、本当に社員一丸となってお客様のためにというところで、お安くていい住宅というところを目指して性能住宅を作らせていただいております。昨今需要の高まる注文住宅、ここで建売り住宅との大きな違いを聞いてみた。まず注文住宅と建売り住宅、先ほどおっしゃったお話なんですけれども、はい、大きく分けまして2つあるんですけれども、どの会社様でも注文住宅と言われましても、うん、お客様の前に白紙の紙をボンと置いて、はい、さあ自由に考えましょうといった会社さんはやっぱりなかなかないと思うんですよね。どの会社様にも基本となるプランがございまして、その中でお客様に沿ったプランを考えていきましょう、はい、といったことが基本にはなってくると思います、はい、ただ私どもハートクローバーハウスというブランディングでやらせていただいてるんですけども、うん、基本となるプランをまず60プランご準備させていただいております。そうしたその中でお客様に合ったプランニングをまずお選びいただきまして、そのお客様の家族構成、立地条件、うん、接道条件、日照条件、その他諸々を加味させていただいて、はい、まあ、無限大のプランニングという形ですよね。はい、無限のプランニングをさせていただいております。はい、そしてまずこの高価格と今度低価格と分かれてくるんですけれども、はいはい、これもやはりですね、同じ例えば、坪数30坪の坪数でも、うん、1000万円の建物もあれば、うん、3000万円の建物もございます、うん、
これはやはり会社様ごとにいろいろな事情があるとは思うんですけれども、いろいろ人件費ですとか、広告費、まあ、もしくはあの展示場の出展費用等々いろいろな条件が加味されてくると思うんですけれども、私どもハートクローバーハウスとしましては、やはり住宅、その家作りに対して一番価値があるものにお金を使っていただきたいという考えから、低価格で注文住宅のハートクローバーハウスというブランディングで、お仕事をさせていただいております。素晴らしいね、はい、お客様のことを一番に考えて、はい、いや、まあ、大変そうです。大変そうだけど、はい、でもさ、まあ、一緒に一回だと思う、さあ、そういう一つの買い物だと思うと、はい、ね、それが低価格で自分の思ったように叶えられたら嬉しいし、はい、そうですね、だから一緒に一回って言わないのか、今もうそのリフォームしたり何したりしていくんですかね。そうですね、ただですね、昔からの家作りは3回建てなければ成功しないなんていうことをよく昔の方おっしゃるんですけれども、ね、それは家作りというのはそれぐらい難しいんですよっていうのを先人の方がおっしゃったと私どもも聞くんですね、はい、ただ私どもハートクローバーハウスのお客様は3回でなく1回で成功していただくために、うん、いろいろなご説明をしていただいて納得していただいた上で、じっくりとあのお客様の大切な家作りを進めさせていただいております。はい、いわゆる私どもはですね、まあ、建設会社なんですけれども、うん、決して物売りの人間だと思って仕事はやらせていただいてないんですね。物作りの人間としてお仕事に携わらせていただいておりますので、本当に最高品質のものを最低価格で、これを本当にモットーとしまして、お客様のために寄り添ってお仕事をさせていただいております。事業の柱となる低コストで高品質な家づくり、そこにはある3つの秘密が存在していた。まず徹底したシステム、ツール作り、すべてのお客様に同じツールマニュアルでご説明をさせていただき、最短で家作りのゴールへと近づかせていただきます、うん、まあ、そのことで営業や工務スタッフの作業量も軽減させていただきまして、さらなるそれにより品質向上も図ることができます。そしてその場でですね、お引き渡し価格を必ずご提案させていただきます。後から追加でいくらいくらって分かりにくくないように、その場でワンプライスをご提案させていただくことで、複雑になりがちなお見積もりを作成が不要なようにさせていただいております、はい、そして2番目が中間コストのカット。よくこうテレビ出させていただきまして、はい、中間マージンカットなんて私も通販番組と見させていただいてよく聞くんですけれども、はい、私どもはそれを社内を内製化しておりまして、はい、弊社の方にもう一つ流通会社を持っております、うん、そこを持つことによりまして、ハートクローバーハウスは同社内に持っておりますので、徹底した原価管理と流通コストのカットを可能にさせていただいております。それによりまして、最高品質の住宅を最低価格でご提供できるシステム作りを開発いたしました。そして3つ目、これが最低限の広告ということでですね、弊社では過剰なチラシ作り等も行っておりません、はい、まさにモデルハウスがパンフレットというのを合言葉に、必ずご来場いただきまして、モデルハウス通りにこの通りになりますよということでお客様に説得力があるね、はい、させていただいております。これらのことを徹底的に社員で守り抜くことで、みんなが同じ営業方法で全ての同質の品質で、職人さんによってもですね、住宅っていうのは家作りにばらつきがあるんじゃないかなんて、お客様がご心配になることもあると思うんですけども、同じ施工品質で同じ価格でお客様に、全てのお客様にご提供するように努力をしたいたしております。続いては住宅業界の新制度として注目を集めるベルスやゼッチ。この制度とは一体どのようなものなのか。これがどういう仕組みかといいますか、よくテレビなんかで一つ星二つ星ですって、はいはい、お料理番組なんかでもあるのを見るかと思うんですけれども、こちらはそれの住宅版になります、はあ、一つ星が今のいわゆる既存の住宅になります、はい、そして二つ星、これが2020年度に改正省エネ基準というものが国の方で定めておりまして、改正省エネ基準、はい、こちらの方が2020年度に義務化になるんですけれども、そちらを達成した住宅だけ星2つが獲得できます、はい、そして3つ星、これはもう結構すごいんですけれども、2つ星よりもマイナス 10%、一次消費エネルギーと言われるもの、建物の消費エネルギーを削減したものをマイナス 10% できたものを3つ星と呼ぶんですね。
はい、そこでこの、この度あのハートクローバーハウス弊社のブランディングなんですけれども、群馬県内で初めて5つ星最高峰なんです。5つ星、5つ星、はい、3つから2つも上に上がったわ今、はい、上がりました。あの5つ星を獲得できました、はい、これ群馬県内ではなく北関東で初めての試みになります。すごいです。これ1番目です。そうですか。そうなんです、はい。今後あのこれは国の指針となっておりますので、今後はあのどこの住宅会社さんも目指していくべきところというところなんですけれども、はい、いわゆるあの私どものハートクローバーハウス、最低価格でもこれだけのものを作り上げることができるといったスタッフの非常に励みにも先駆者だね、もうなっておりますね。五つ星のレストランっつったら大変だよ。そうですよね。そうですね。取られたわけですか。はい。はい。でこの先を見据えているところなんですけれども、うん、今度はあのこのベルスの先、先かどうかはまあちょっとわからないんですけども、ゼッチと言いまして、今こちらの方は結構あの皆さん住宅展示場さんなんか行かれると見ることもあると思うんですけれども、ゼッチ、ゼッチ、ZEH と書きまして、ネットゼロエネルギーハウスと言います。これは要はですね、太陽光を乗せまして総エネと呼ぶんですけれども、太陽光発電パネルを使用することによりまして、あの建物のエネルギー消費量をマイナス 100% 以上したものをゼッチと呼ぶんですね。そちらの方もビルダー登録も天候ハウジングとしてハートクローバーハウスのブランディングで完了しておりますので、そういった太陽光、はい、マイナス100、マイナス 100% でも使ってないってことですね。使ってないってことです。使ってないどころか総エネなんで、そこからさらに発電をしていく、してると、もう地球に優しい住宅作りということですね。そうしたところも視野に入れて、あのこれから家作りをお客様のためにさせていただければと思って、いろいろなチャレンジングをさせていただいております。はい。誰もが必要とする住まいを舞台に、お客様の幸せを追求することで、高品質の矛盾に立ち向かい続ける竹澤浩二。そんな男が見据える今後の展望とは。最高品質を最低価格でお客様のお手元にが本当に基本のコンセプトとしてあります。私どもはあのものづくりの人間としてですね、一棟一棟大切なお家をお客様のもとにあのお届けする、それがあの私ども、まあ、私の思いなんですけども、イコール社員の思いと思って、社内体制をしっかりと強化して、これからもお客様の家作り、あの尽力していきたいと思います。はい、今日は素敵な話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。本を読んでもすぐに内容を忘れてしまう、映画を見ても後からストーリーが思い出せない、仕事でうっかりミスが多くなってきた、資格試験や昇進試験の勉強をしても全然覚えられない、最近物忘れが多くて認知症が心配、あなたもこんな風に思っていませんか？今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、精神科医が教える覚えない記憶術。この本を書いたのは精神科医作家の樺沢紫苑さん。精神科医の樺沢さんがあらゆる記憶力でお悩みの方に無理なく解決方法を教えてくれる一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。